はい、中澤さん、おはようございます。おはようございます。では今回ですね、撮影した避難の尺条の方、はい、いろいろとお話をお聞かせください。はい、避難の尺条はですね、林に入ると大抵のところで夏に見られるんですよね、うん、絶滅危惧種の1位ですけども、割と秋吉台ではある方だと思います。で、最近減ってきたかって言ったらそうでもないんですけど、ただ今年はね、ちょっと乾燥が強いので、去年たくさん出てたとこも今年は出ないと、そういうのはあります。なるほど。もう尺条っていうのは僧侶が持つ杖ですよね、うん、って言うんですけどね、秋吉台の尺条はすごく短くて絵の先しかないすごい短いで、もう本当ちっちゃいですよね。ですよね、はい、本当はなんか図鑑では相当高さがあるみたいに書いてますよね。何センチって書いてたかな、うん、結構高いみたいに、高さ3から15センチ。あ、そんなですか。秋吉台では3センチもない、ね、ないですね。だから本当に条件がいいとこではそんなのがあるんでしょうね。なるほど、はい、割と日本全国これは割と暖かいとこであるみたいですね。なるほどですね。でも葉緑素を持たない植物ですよね。あ、不要植物、うん、でこちらの方は、うん、まあまあ、まあ写真には撮りやすいんですけど、ただね、うん、このちょうど本にはですね、中が黄色いのがちょうどバッチリ写ってるんですけども、普通ここまでは撮れない。なるほどです。はい、このまだ1回しか撮ってないと思います。あ、本当ですか。はい、厳密に言うとこの黄色い部分が花になるんですか。一応そうですね、この分かれてる白いそれぞれが花なんですよね。はあ、はあ、でそれがこう、はあ、先で、はい、あ、分かれてるんだ、はいはい、あ、なるほど。だけど本当に私にとっては苦手な植物。苦手なんですか。はいはい、どこら辺が苦手なの。自分でよく分かんないですよね、この花ね。お、小さいからってことですか。小さいのと、はい、なんて言うんですかね、はい、あ、ここが茎でこれが葉っぱでっていうのが確かにそうですね。葉はある鱗片用であるみたいなんですけど、うん、これだけ短いとちょっとね、そうですね、見えにくいですね。確かに確かに、じゃあ本当、まあ秋吉台では比較的見ることはできるんですが、山口県全体で行くと、うん、もう全然見れないと、うん、比較的見られるって言っても、うん、誰でもが見られるわけじゃない。なやっぱりちょっと努力が。そうですね、普通の秋吉台の草原にあるわけではないですもんね。ないですね、もう林の中の暗い、ね、林の中でちょっと湿気があるところ。そうですね、はい、であんまり草がボーボー茂ってるとこはダメなのですよね、はいはい、いやでも皆さん、もしこれ探される方いたら、今の中澤さんの言葉をヒントに秋吉台でどういう場所なのかっていうのをちょっと想像して探してほしいですね。遊歩道がある林だったら、うん、両脇をキョロキョロされてたら見られると思いますよ、はい、ああ、ね、もう大ヒントぜひですね、探してほしいですね。はい、ありがとうございます。はい、ではまたこのこちらの避難の尺条と次一緒に撮ってきたお花もまた次お話ししてもらえたらと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。いただいてありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。